こんにちは、銀一の柏原です。本日は NAB2018 ディフェンブースからステディカムボルト、ボルトシステムについて、ご紹介したいと思います。去年のシネギアで M1 という一番上の製品に、ボルトシステムというものがついた M1 ボルトというものが発表されましたが、今回、1個下の機種アーチャー2、それから GPI のプロにも装着できるボルトのシステムが、発表されました。でこれは何をしているかっていうと、水平をこのモーターとプーリーで、制御してあげることで今まで以上の安定感を生むというものになっています。なのでジンバルを押してもロールしないというのがこの仕組みです。なので風の強いところ、それから動きが速くなってしまうようなところで、どうしても今まで少しロールが起きるということがあったんですが、そういうものを、電子的にモーターで制御するというものがこのアシストする仕組みになっています。でグッと押していけばもちろんロールもできるんですけども、離すとピタッと水平に戻る、それからティルトの方向も同じようにちゃんと落ちてくるなんですが、例えば今まで、ステディカム、例えばモニターの角度を変えたいとかって時に少し動かすとバランスが変わってしまうので、こう前後バランスが合わなかったりとかしたんですが、モーターで制御しているおかげでモニターの角度を変える、もしくは例えばこういう重りを少し乗せたりしても水平が変わらないというのもこのメリットです。でこのままもちろんですね、ローモードに切り替えて使うこともできます。なので今まで、ここを本当は持ってあげないと安定感が出ないっていうのが元々の仕組みだったんですが、上側のハンドルを持ったとしても安定して水平が出すことができるというふうになっています。それから、例えば角度をティルトの角度を決めて撮りたいとかっていう時に、ここでボタンを手元のボタンを押してあげると、ここにボタンがあるんですけども、はい、押してあげるとここで手を離すとこのままロックします。なのであとは支えてあげながら上を抜きで取る、もしくはここで押してあげれば下でこのまま、ずっと下向きに取ってあげるということもできるようになります。はい、でもちろん電気的な制御を切ると普通のステディカムに戻るので、こうふわふわと揺れるような感じが出ています。で、このバランスを取る状態では普通は下を少し重くするんですが、ほぼ水平になるような状態、上下のバランスがほぼないような状態でバランスを取ってあげることで、なのでティルトが本当はこれぐらいの感じで落ちてくるんですけども、それをこの仕組みを入れることで電気的にこうちゃんと落ちてくるっていう風な制御をしています。すごく、今までの40年の歴史のステディカムからすると随分と進歩したというところなんですが、これが今までのステディカムにつけて使えるというところが大変素晴らしいものになっています。 M1 シャドウアーチャー2、それから GPI のプロ、1.5 インチポストのものというものに装着できるようになりました。今年の夏ぐらいに一応出荷開始の予定になっています。以上、よろしくお願いします。続いてティッフェンブースからステディカムエアーご紹介したいと思います。ステディカムの名前ついているんですが、ご覧の通り一脚です。で何の変哲もない一脚に見えるんですが、踏むと伸びる、で押し込んで縮めることができるという、新しいタイプの一脚になっています。15ポンド、25ポンド2種類のモデル、耐荷重のモデルが、あります。なので約7キロぐらいと10キロちょいぐらいの、耐荷重を支えることができるのでですね、レッドとシネレンズ乗せてても簡単にピューッと上がることができる、もしくは下げることができるというような感じになっています。で一番下の段だけが、長さの調節ができる、踏んで調節ができるので、この2段目は普通に緩めて縮める、もしくは伸ばす
ということで、一番短いところでこれぐらいの高さから一番長くてここからこれぐらいですねの高さまで、伸び縮みができるというモデルになっています。日本では、ちょっとまだ未定ではありますが、この夏ぐらいまでには取り扱いが始まる予定になっています。以上です。